3、4、おもろい家族。この時間は草刈り機コーン機メーカーのオーレックとパチンコスロットのビームグループの提供でお送りします。さあ10時30分になるとモーニングジャムはおもろい家族、面白い家族のメッセージ紹介しております。はい、今週も大賞に輝いた方にはオアシスコーヒーの綺麗なカップインコーヒー、綺麗なコーヒーエキス、綺麗なコーヒードリップバッグ、そしてオアシスコーヒーのラスク、コーヒーとスイーツがセットになったコーヒーブレイクが非常に豊かになるセットです。ぜひ頑張っておもろい家族にメッセージお寄せください。じゃあね、今日はこちら男性の方からいただいたおもろい家族から紹介しましょうか。中地勝樹ちゃん、おはようございます。おはようございます。いつも楽しく聞いております。ありがとうございます。彼女の家族と初めて食事をした時のこと、両親とは何回か会っていたんですが、お兄さんとは初めてお会いするんで、事前に彼女と彼女のお母さんから忠告を受けていたんです。うちのお兄ちゃんは口数が少ない方だから、よかったら積極的に話しかけてね。追加情報として、サッカー好きだから多分話が合うんじゃないかな。食事会は冒頭、私の自己紹介から始まりました。私の名前を告げた途端に、何やら彼女とお兄さんの間でひそひそ、そうです、私は某スポーツ選手と同姓同名のため、大体の反応がそうなんです。まあそりゃそうですよね。そうでしょうね。まあ有名な名前とね、同じだったりすると、例えば、あ、北島康介です。え、北島康介なるねえ、もっとすごいのは北島三郎ですって言ったら、もう相手はこれはもうこの食事会は祭りだねって。盛り上がる。どんな話やね。もう本当もう何のこっちゃです。本当何のこっちゃだよ。あの船が中にドーンと入ってる、あの居酒屋さんで食事会しないといけない。その餌先で祭りの。いや、だったらね、うん、某スポーツ選手と同姓同名のため、大体の反応というのは察しておりました。がしかし、人が話をしているのに本当ちょっとびっくりしすぎだよなと思っていたんです、で話を続けようとしていたんですが、彼女とお兄さんはずっとその私に対してひそひそ話をしている。でだんだんそれが騒ぎになり始めて、なぜかというと、そのお兄さんがすでに私の携帯番号を知っていたんです。え？そう、それは紛れもなく私の携帯番号と私の名前。当然彼女はパニック、両親は何が何だか分からず、で私がお兄さんと会うのは本当に初めてで、私自身も目の前で起こっていることが理解できませんでした。初めて会うお兄さんが私の携帯電話を私の名前で登録している。で私もすぐに携帯確認すると、なんとお兄さんの番号をお兄さんの名前で登録している、なんですかこれは。そう、私の携帯の登録名はお兄さんの名前かっこサッカーゲームの人。この時私もようやく気づきました。彼女と出会うさらに数年前のこと、プレイステーション3というゲーム機でサッカーゲームウィニングイレブンにハマっていたんですが、ある日友達から、オンライン上で対戦してほしい人がおるっちゃん、この携帯番号の人と対戦してくれん。私はそれを了承し、面識がないもののそのサッカーゲームの人に数日に1回のペースで電話して、オンライン上でサッカーゲームを楽しんでいたんです。まあ時間の経過とともに徐々にサッカーゲームの対戦しなくなって疎遠となったんですが、まさか数年後にサッカーゲームの人が彼女のお兄さんとして紹介されるとは。いや、当然ですけど食事会は大盛り上がり。祭りだ祭りだ
じゃない名前違う人ですからね今まではその彼女とは今ではその彼女と結婚5年となり、お兄さんとは毎年お盆や正月に剣も楽しんそうでしょうね、そうなるでしょうね。すごいね、オンラインでしか知らなかったのに今や毎年もうだから義理の兄弟となり、毎年もう対戦してゲームしてるっていう。いや、こんなことあるんですね。ね、こんな偶然あるんだね。あ、すごいよね。すごい話です。さあ、それではリクエストいきましょうか。今日もね、はい、ちょっと盛り上がりすぎてもう時間がなくなってしまいました。男性の方からのリクエスト、クリームスパンキー褒めろよ。